に今回ショーについて頑張ったところをちょっと教えてほしいです。今回は、自分たちでオリジナルのテキスタイルを作ったり、あとは今までの授業で習ってきた PR などの技術もかなり組み込んで衣装を制作したところです。今回のショーについて何かかける思いとかありますか？3年生は、去年の10月から結構ずっと卒園に向けて作業していて、最後のファッションショーなので本当にみんないいものを作ろうと頑張っていて、それがお客様に伝わるようなショーになればいいなと思っています。